動画をご覧の皆さん、こんにちは。立東ね、編集調教担当の西村です。今週の推奨馬ですけれども、阪神土曜日6レースのディアマンミノル、これはね、ホープフルステークスの登録はあったんですけれども、まあ、そちらに出てきても収集とかなと思ってたぐらいなんですね。まあ、ここを平場にしてはメンバーが揃ったんで、平場に回ってきたからといってね、メンバーがすごく軽くなったということではないんですけれども、まあ、この馬ね、まあ、新馬買ったばっかりなんですけれども、その新馬の、ね、勝ち時計が2分4秒1上がり34秒9と、これだけを見ればまあ何の変哲もないというか、まあ、そこまで強調できるところはないんですけれども、まあ、4コーナー手前から仕掛けていってエンジンがかかったのがラスト1ハロンだったんですけれども、まあ、この馬ね、自身はおそらく11秒2以下ぐらいでは、少なくとも11秒2では上がってるんですよね。うん、しかもね、差し切ってからラスト 70m も流してましたしね、こうかなりこう瞬発力を秘めた馬ですよね。まあ、チップの稽古ではね、そう目立った動きするまではないんですけれども、まあ、実戦に行ってかなり切れると、まあ、直線長い外回りの 1800m という舞台も合っていると思いますね。エンジンがかかるのがちょっと遅いところありましたからね。うん、まあ、馬券としてはね、この馬の単勝と、生まれんでね、ちょっと流してみたいかなと思ってます。では皆さん、良いお年をお迎えくださいませ。